はぁ、あ、岡田さんはいいな。どうしたんですか、そんなしょぼくれた顔して。あー東条くん、そうなんだよ、しょぼくれてるんだよ。はぁ、あ、そりゃまたなぜ。なぜって聞かれてもな。なんでだろうね。はぁ、あ、それをこっちが聞いてるんですが。やっぱ聴衆の野郎はダメだな。黙れ族群。いやこい方の私の顔の話さ。本来の私はこんなにイケメンなのに、なぜこんな先をしそうな、しょぼくれた顔してるんだろう。ってね。ふむ、確かに、それでいくと私なんか、専用顔すらありませんよ。汎用日本人顔だもんねー。そこ行くと岡田さんはきちんとカラー画像もらってるじゃない。まあスタート画面で一人白黒じゃカッコつきませんからな。羨ましい、私だって日本に二人しかいない減衰なのに。畑さんの方が良い顔してますね。悔しい、うがつ派の陰謀か。まあまあ、実は良い発表と悪い発表がありまして。悪いを良いに書き換えるな。どちらから聞きます。じゃあ良い方から。本営発表。待って、もういいや。はあ、では正真正銘良い方、こちら。お、これはいいね。背景でもご覧の通り、陰、虚構がカラー化しております。他にも指導者になる人間は概ねカラー化。そんな解消あったのか、うちの奥主に。もちろんそんなわけはありません。今回カラー化にご協力いただいたのはマリモさん。ホイホーのスーパーイベント投稿してる方だな。なんなら作り方講座も投稿してます。キーボードの猫が可愛かった。まあ奥主も自作にこだわってたみたいですが、いい加減手が回らなくなっていたところ、ありがたいことにお声掛けいただいた次第。本当にありがとうございます。こんなイケメンにしていただいて。そればっかだなこの人。そういえば、悪い報告って何なの？ああそれは、ここで我々の出番は終了、というご報告ですね。え？というわけで日中戦争します。ゆっくり霊夢です。試合をもっと表に出せ。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、気づいたかしら。何か、さっきおかしなところがあったのよ。全部だろ。チッパーウ、陰虚構よ。陰虚構？ああ確かに、そんな話題が出てたような。どの口で試合とか言ったんだこいつ。というわけで先日お話ししていた祈祷鬼殺政権実装、詳細は次回以降に譲るとして、この小さい祈祷政権の支配者が陰虚構よ。蒙古国は勘の良いカッパは嫌いだよ。蒙古国にさよならバイバイ。私は祈祷と旅に出る。ざっくり言えば新日政権祈祷と、それに対抗すべく生まれた国民政府配下の鬼殺。過酷情勢は混迷の極みね。たった1ステートしか持たない祈祷政権、これから成長していきます。見守っていきましょう。広田内閣が退陣したわね。ここから史実林内閣か、はたまたうがき内閣を作るか選べるわけだが、今回は史実に沿って進めましょ。何にもせん十郎が首相になったな。私結構林仙十郎好きなのよね。何にもせんっていうか石原の思うようにせんよね。板垣立正案も結局蹴ってるしな。寺内さんや梅津さんも絡んでるみたいだけど。でも越境将軍だぜ。整いました。何急に。林仙十郎とかけまして政教分離と解く。その心は。国境はありません。うおーおー、言うほどうまくないな。かわいそうなことしないであげて。は、林仙十郎もかっこよいのをいただいたのよね。これは軍神。中心会議。私は思いました。政治顧問が多すぎる。よく言った。じゃあ枠を増やせばいいじゃん。コペルニクス。言うほどコペルニクス。なんだお前。整いました。懲りねえな。コペルニクスとかけまして、はいはい、孤独と解きます。その心は。どちらも気が動く。うおー、気が動くか、なるほどね。ダメこいな。そんな。いや痛く感動した。感動してたって。やったぜ。でそうじゃないわ、中心会議のメンバーを紹介しないと。中心として雇用できるのは高橋小力よ、清浦慶吾、若月礼二郎、そして斉藤誠から米内光政までの計11人。ただし西園寺金持ちが一健康である限り中心らを採用することはできない。西園寺金持ちが気力を失った後で木戸光一が活躍したりしたらいいな。そうすると合計13人か。やらんでい、不吉なことをするな。不吉って。それで重心はどんな特性持ってるんだ。そこよ、別に普通の人物特性でも良いんだけど、せっかくならば筆バフとも強力な効果、勝ちタイガみたいな名前にしたいじゃない。まあ確かにな。でも全然思い浮かばないのよ今のところ。何の効果もないわ。カカシかよ。だらしない重心で済まない。すまんで済むか。面白い特性を思いついたら、ハッシュタグ重心爆敗撃でつぶやこう。君の考えた特性が採用されるかも。他力本願やめろ。まあそんなこんな言ってる間に日中戦争が始まったわけですが、そんな雑なことある。ここでディシジョンが発生します。それがこちら、中華民国臨時政府の樹立。ざっくり言うと、統政権はこうなってこうなってこうなるのよ。超ざっくり。これを再現するディシジョンです。民主工場を使って傀儡政権樹立の工作をして占領地域を支配してもらうわ。最終的に王朝名政権にまで進化する。戦勝後どうなるかはわからないけど。でも確かに、王朝名政権の将来ってどうなるんだ。蒋介石政権と和解するの。さあ、カンカンだ。
て逮捕されそうじゃない？まあ中国だけじゃなくてフランスもそんなんだしな。さすがに王朝明政権までできて日本が勝ったら、蒋介石は下野するしかないんじゃないか。王側も人材ゼロなわけじゃないし。王だけに、は、王、ゼロってこと。なんでこんな理解早いんだこいつ。そして違うわ。ツッコミが遅い。ある程度進行していくとイベントが起きるわ。通襲事件ね。この事件で尹汝光は拉致されてしまう。代わりに指導者となるのは、当時前進に出張中だった地総国。尹汝光は自力で脱出したらしいぞ。師範は紀藤政権の軍幹部、日本軍の到着を嫌って国民党側に脱出したわ。通襲のプロビンスも奪われちゃうのか。一瞬とはいえ、背後が乱れるから怖いのよね。なかなか雰囲気あるイベント。ちな国際緊張度上がります。この国際緊張度が一定以上にならないと西園寺さんは気力を失わないからね。国際緊張度が上がると気力失うってちょっとあれだな。もうちょっと言葉を選んでほしい。迫る国難に対する己の無力を嘆いて引退します。意味わからん。なんなのよもう。というわけで大体アンシュルスのタイミングで西園寺さんが引退します。まあ馬鹿げたことだらけで。いいわよね。よくねえだろ。人の絶望で浸るな。これで重心選べるようになるわ。っていうか政治タブに追加したってことはさ、はい、他の国家でも重心いるようになったってことだよね。そうだね。用意するの？え、いやー、そういうのはちょっと。デフォルト用意しようかしら。そもそも他の国に重心っているのか。まあ集団っぽい感じにすれば違和感薄れるんじゃないか。そのためにも基本の日本重心をしっかりとだな。で特性何にも先住郎はダメだろ。それこそ越境将軍で正当化時間マイナスとか。はい、整いました。あ、結構です。え、やらんでいいよ。林先住郎とかけまして。なんでお前が引き継ぐんだよ。本田、榊原、いいととます。その心は境を越えろ。誰も完成。素晴らしい謎かけだ。うひっぷ、泣いてる、マジで。The president says your riddles are great. いや、ごやく。なんだかんだ平押ししてシャンシー、山東県内を確保。60日の工作期間を経て、中華民国臨時政府が爆誕したぞ。臨時政府の指導者は大勝利とし、領土もかなり広がってるわ。忘れられた蒙古国。いやー、忘れてましたね。ここからさらに王朝明政権にするのか。そうよ、と言っても南京周辺も占領したし、あとはオルドスを占領するだけね。しかしこのオルドス攻略作戦が困難を極めた。人の場所が変わってるんですけど。もう放っておいていいんじゃない。国民政府を降伏させるのが先決でしょ。ダメよ、傀儡政権は国民党との戦争中じゃなきゃ成長できないのよ。もう重慶も陥落寸前。民国なんとか持ちこたえてくれ。あっぷん、なんか焦った広西だったら大打撃を被るところよ。なんだ師団配備してないのか。だって師団数カツカツなんだもの。そんなギリギリになるもんだっけ。いや、ミスったわ。備蓄なんかはイタリアの補助と、あと朝鮮台湾からの支援が手厚くてだいぶ良い感じね。師団は送ってくれないけど、史実チックでいいじゃん。南方戦始まるあたりでちらほら出てくるかもな。国力的にも総督府の開発で工場が結構立ってるわ。1940年くらいのデータだけど。臨時政府もそこそこな国力はあるな。劣化満州って感じ。ひどいこと言うわね。と国力チェックをしている間に、皇帝軍閥に宣戦布告されて大混乱しているのが背景動画となっております。ご覧ください。見事なまでにがら空き。何を思ったらこんなに油断できるのか。戦況は最悪だ。迅速な対応が求められるぞ。ふ、他愛もないわ。何、随分と自信がありそうじゃないか。この事態を収める自信が。この私を誰だと思ってるのかしら。兵に取り、BGM をお願い。好きな時にぴったりの BGM を。ね、かしこまりました。あああああ、強制強制、とりあえず何時間に用意するのか。何時間やればいいかしら。なんでこんなことになった。やばいやばいやばい、だけやばいやばいやばい、手引く足りないじゃねえか。ちょっとイメージしてた BGM じゃなかったわ。もうちょっと優雅に解決したかった。優雅に解決した戦線じゃねえ。何キロ後退してんだよこれ。大体台湾くらい下がってるから400キロくらいかな。絶対戦失敗じゃないのこれ。持ち直してるからセーフ。気分はダンケルクね。ドーバー海峡は40キロくらいだぞ。撤退距離長い方が偉いだろ。偉くはないだろ。大体ナポレオン、私、信長、イギリスの順ね。唐突な信長。鶴ヶから京都まで大体100キロ。結構あるな。ゴールドケープ撤退戦ね。金ヶ崎。まあそんなことはどうでもいいのよ。よかねえだろ。南方ガン無視してオルドス攻撃した甲斐あり。歴史に残るでしょ。ついにシャンシー勢力を駆逐。王朝明政権樹立に必要な地域の占領に成功したわ。李氏軍の達成に120日かかるのがなんだけど。長引くな。最短攻略とかだと厳しいんじゃないか。何言ってんのよマリサ。最短で攻略できるなら傀儡政権樹立する必要ないじゃない。そりゃそうだ。そういえばチンタオって別ステートになったんだな。そうなのよね。おかげで日本が大事な拠点だけ確保してるみたいになっちゃって、とってもかっこいいでしょうね。さて、あと2日で王朝明政権が生まれます。正直何かしらのバッドイベントが欲しいところ。中華民国の降伏限界上げる。泥沼が過ぎる。王朝明死亡からの分裂とか。国民政府 VS 華国政務委員会。中国よ、君は乱れている方が美しい。わびさびやね。とここで国民政府が完成したな。首都も南京に移動。レジスタンスも減ってありがたい話ね。戦線崩壊してることを除けばな。もちろん指導者も王朝明に。国旗も和平反共建国の文字入りよ。ここからさらに泥沼の戦いが始まる。まあというわけで今回はここまで。次回までにご配布擁立ルートも作りたいな。お正月終わ
わったからまた緩い更新速度になるけどね。それではここまでご視聴くださった皆さん、そしてマリモさん、ありがとうございました。次回もまたよろしくなんだぜ。